はい、おはようございます。おはようございます。今週末のイベントありますけど、はい、第7回、第7回、はい、秋の大収穫祭、はい、コロナを乗り越えて7回までやってまいりました、はい、今年はね、売店のね、出店者がね、我も我もと来てるので、去年の倍ぐらい倍ぐらい、うん、出店者が、そう、お店が増えたってことです。すごい。まあ、お元屋さんはずっと第1回から出てるんですけど、あと大和魂の鉢屋さんとか、うん、新しく入った盆栽屋さんとか、どういう風になるかちょっとまだ、台を作ってからじゃないとわからないんですけれども、特に外の、あの駐車場いつもあるところの半分は全部売店になりますので、うん、結構面白いかなと思います。なるほど。展示会もね、この催し自体は金土日なんですけど、土日は豆盆栽の展示会も1回で行われますのでね、うんうん、それも合体してから2回目ですね。なるほど、うん、面白いのができるかなと思います。結構じゃあ規模がどんどん大きくなってきてると。そうですね、うん、でそのイベント内で、大野さんが販売するものを今日はいろいろ紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまずは、手慰みって言った方がいいんだけれども、うん、宗像一村さんっていう鉢作家がいらっしゃいました、はい、もうお亡くなりにはなってるんですけど、うん、とても仲良くしておりまして、亡くなった後にご家族から依頼されてお片付けをした時に素焼きの鉢、はいはい、まだ焼き上がってないやつがだいぶ出てきましたので、うん、それも全部引き取ってはきたんですけど、はい、それでちょっと絵でも描いてみようかなと思って、これ本当に私の手慰みなんですけ ど、 なるほど、このサイズなかなかないっていうのでね、このサイズなかなかないので、これ、ちょっと待ってください、うん、これにちょっと、ね、絵描いたらいいかなと思って。これは一層さんの鉢に大野さんが絵を描いた。そうそう、だから一層って落款入っております。これ入ってる、入ってます。ちょっと読みにくいんですけど、一応入ってますあの彫りなんでね、一層さんの落款は一応ちょこって特定いるでしょうか、難しいかな暇見てちょこちょこって書いて、私絵普段書いてないんで、うん、まあ第一作かな、これが絵鉢。うん、昔もやってないんですか。彫りはやってました。彫りか、うん、絵をやってなかった。彫りっていうのは絵描いてそれを彫るんで、うん、まあ多少絵は描いてたって言えばあれですけど、こんなあのちゃんと筆使ってねやったのは初めて。なるほど。一応ね、落款もね、あさみのあっていうのが書いてあります。ほらほら、どっかに見える見える、ここ、あ、カタカナであって、そうそうそう、書けないんですよ漢字で。あさみはこんなちっちゃい鉢は無理なんで、書いてありますので、これに植えて売ろうかなと思ったんだけど、はい、植える素材が草ぐらいしかなくて面白くないから。なるほど。これあの一回動画で出したんですけどね、これだから、うん、これね、1年前ぐらい、そうそうそう、元気に育っておりますのでね、すごいですよね、このサイズで、あの行きますからね、これだってちゃんと行きますよ。これはあのシスイさんの鉢だけどね、はい、うんうん、イッソさんの豆鉢でこれが一番極小です。これなんかね、金入れたんだよ、花に椿なんですけど、金がちょこちょこっと入ってで、あとこういう長い鉢が結構あって、うん、何描いていいか考えつかなかったんで、長いから竹っつって竹描いちゃったら、今度植えるもんが考えつかなくて今悩んでます。これ全面にほら、本当だ、ほらで、ここに書いてある朝って、はい、ちっちゃいのがあで、その次が朝で、それで大きくなると浅めに、うん、そう、この辺は朝ですよ。だからこれ色を入れた方が良かったなとは思ったけど、でまだ他にも今焼いてるのがあるんで、はい、今レアものですね。うん、これから絵描いてみようかなっていう第初めのところなんで、まあ、初期作な作品なんで絵下手なんですけど、意外と面白いかなと思って。うん、こちら、うん、お楽しみください。販売されるってことですね。持ってきますよね。持ってきます、はい、持ってきます。木はね、木はだからうちにある苗木を中心なんだよね。苗木どうしたらいいんですかね。ちっちゃいのはまあほとんど
持ってきますけど、うん、こういうのは持ってきますけど、展示があるからうちも展示するんで、例えば こんなのは展示品です。お、展示、うん、これの雄山のあの鉢ですね。これに入れて焼きね、これは展示しちゃうし、例えばこの間前にやったことある、ほらあれ豆ずった、うん、だいぶ活着しましたか、増えてきた、立ち上がってるでしょ、うんうんうん、豆が立ち上がるってことはこのちっちゃいのは新芽なんですよ、はいはい、でうんと出てるのはお客さんが買っちゃったんで今1個しか残ってないんだけど、うん、これも展示に使えるかなと思ってね。でその前にね、やっぱり Q さんのところで植え込んだやつね、だけん、これは屋久島の寒すげと、うん、あと黄金白の実生寄せ植えしたやつ、もうだいぶ、うん、馴染んできたんで、これなんかも展示品かな。展示しなかったら販売に回しますけど、壮観の、うん、これね根っこがなかったんだよ、うん、あのうち来た時まるでもう根っこがなかったんで、植えては見たんだけど枝が3本だったのがこれが枯れて、でここ邪魔なんで取ったんだけどね、うん、これもこんなのもあるし、いろいろ、まあ豆はね、豆は持ってきますよ。こういう草もね、すぐ使えそうな持ち込みの草。これは何ですか？黄金石だと、これがね、姫の風地草です。姫風地ってあんまないんだけど、うちにも。これ姫の風地草と月味草。月味草がいっぱい入ってますね。勝手に増えてるんで。うんうんうん、あとあれか。これが匂い嗅いで。匂い嗅いで。ちょっと鉢大きいんで。あれだけど、うん、もっといい鉢で植え替えた方がいいかもしれない。いいですね、形悪い、うん、これですかね。これももしかしたら展示の方に回っちゃうかもしれないけど、何しろね、秋の大収穫祭の1週間後が前橋商品盆栽展の展示会、ラランフジオカ。1週間後、1週間後です、うん、そのさらに1週間後が気楽展で、はい、ジュリアン川口、うん、全部展示するんで展示物売っちゃうと困るんだよね、うん、今年ね、これ結構作ったのね、苗木だけど、八つ草もみじ、刺し木です、これこれ、あの、うん、あのポット苗で結構いっぱいできたんで、かわいいですね、うん、これ琴姫じゃないんですよね、琴姫と間違える人がいるんだけど、ね、八つ草もみじなんで、もうちょっと葉っぱ琴姫より軽く大きいです、うん、で琴姫は紅葉しないんだよね、あんまりぐちゃぐちゃになっちゃうんだけど、あの八つ草のもみじはこれ真っ赤になります、綺麗です。これがね、他にもあっちの方にいっぱいあるんだけど、販売するものとしてはこういう感じ、うん、それからあとつげ、あの要するに苗木中心に行きます。これ小葉のつげとかね、葉っぱちっちゃい、ちっちゃいですよ、花も咲くんですよ、白い花がびっちり咲きます、ただならないから、オスなのかもしれない、オスメスあるの、ツゲって、両方咲きますからね、とかね、あとね、苗木コーナーを移さないと、苗木コーナー、苗木お値段とかはどうなってるんですか。大体苗木は500円から高くて1000円くらいですよ、ね、例えば これもこの間移したかなこの間移したかな、これなんだろう、コナラの、あ、そう、葉っぱちっちゃいんだ、うん、そう、葉っぱのちっちゃいコナラとか、うん、今年問題が起こったのがベト病が発生しました。多分湿気が多かったから。ベト病？はい、葉っぱが落ちちゃうの、ほら、ほら、これベト病ですね。ベト病って言うんだ。ベト病、これあの湿気が多いとなっちゃうんですよね。ベニシタンがなりやすくて、でまだ新芽が出てきてるので枯れはしないんだけど、葉っぱが一回落ちちゃったんで、ここの実がついてたのが全部落っこっちゃった。へー、問題ですこれこれ問題、あの辺のし、この間紹介したやつさん持ってきます、持ってきます、持ってきます、もうあの赤松の実生、実生、うん、あと心拍、うん、あとあっちにいっぱいあるけどね。でうちで作ってるのだとこれ挿し木なんだけど、あ、これちょっとまだ細いね、花ついちゃってさ、姫のサルスベリです。これがほらバサバサってあるでしょ、もうね、来年すごいいいのできると思うよ、結構こう面白いんだ形。豆盆栽だったらこれ長いのこう切っちゃってね、うん、
それで作っていけば、今花芽、あ、花芽ついちゃった。意外とね、刺して1年目でほら花芽ついちゃう。これピンク、うん、ピンクの花だから今カワソが近内で、こういうのも500円で、500円、うん、500円ぐらいで販売します。まだほら鉢上げしてね、そんなに立ってないから、うん、アメリカズタだけど。アメリカズタなんだこれ。うん、アメリカズタのね、古い枝の挿し木なんだけど、見つきました、うんうん、これがね、邪魔なの。こう流してね、展示できると思うわ。黒さが出てますね。真っ赤になるから。へ、うん、これがいっぱいあるんです。ほらあるんですが、このサイズで実がついたのが今年、うん、花がね、やっぱ古いんで咲かないんだよね。これなんかだって結構古いんだけど、ほら成長しなかったんだよ、暑すぎて。暑かったからだかもしれない。これ最高にいい感じ、うん、それいいですね。これいいでしょ。こんなのとかね、だからまあ見物はあんまり息はないんだけど、これなんだ、これあれだ、姫美香だ。これ古い木なんで、お客さんのところから流れてきたんだけど、まあ見物今年、あのリンゴの花がうち咲かなかったんであんまりないんですけど、この程度の木はあの持ってきます。これね、沖縄カングミっていうんですよ。普通のカングミと違って葉っぱが長いんです。長い、長いでしょ。今新芽伸びちゃってますね。花はカングミなんで秋11月頃ですか、うん、これすっごい花つき、花つきいいんだけどなかなかなんだって。咲く時期がね、普通のカングミよりちょっとずれるんだよね。だからつきにくいのかもしれないけど、うん、うまくいけばなると思いますけどね。こっちはカングミじゃない、これはあの夏組なんですね。夏組、こういうのとか、あとはここはもうびっちり苗木ですけど、こういうのね、これ、こういうの、これ。葉っぱちっちゃ。つくもにれけやきです。にれけやきの一番ちっちゃい葉っぱのやつですね。これでも、胴吹きしちゃうんで、この辺から吹いたやつ常に取っておかないとダメなんで、これなんかもう今年は結構刺したのが上がったんで、ほら。豆盆栽だったらね。うん、そう、豆の苗木だからね、うち作ってるのがね。やっぱりそういうものしかないよね。木になってるかな、木になってるかな。この口なしね、見えるかな、口なしなんで板になるの、ここが板見えないですか。ああ、板っぽいですね、確かに、うん、親見るともっとわかるんだけど、こんなのもついたんで。花は咲きますよ、ちゃんとね。皆さんが欲しがってた茜がやっと引き上げてきましたが、はい、夏は汚い。この辺茜です。葉っぱが汚い、今年の夏は。うんうん、茜もっと綺麗なんだよね。葉っぱがあの、なんだろう、暑いんだけど、蒸してるからかもしれないけど、大きくなっちゃってるね。うんうんうん、それは理由がよくわかる。逆にチャンスですよね。そんな時期に買っとけば、うん、綺麗な時だったらみんな買っちゃうから。うん、これはなんかほら、伸びたところに花来ちゃって、ちょっと変な時期に咲いて、今咲く時期じゃないのよ、これ。これは紅鳥儀咲いちゃったんで切りにくいんですけど、これから伸びてるやつ切っちゃいます、こっち、うん、こうやって今咲いてっからかわいそうだね。いいですね。ほら花ね、いっぱいついちゃったの。それとさっきのほら、あのあれね、これが八つぶさのもみじ、いっぱいあるでしょ、はい、で、と虫食ってる切っちゃう。これなんですか。これエメラルドレースっていうもみじです。外国のうん、だからすっごい葉っぱ綺麗なんですけど、うん、これはあのうちで刺したんじゃないんで、うん、ただこの種類が欲しかったんで、うん、あの水店でね送ってもらったらね、こんな長いのよ、うん、長いの、ほら刺し木つくんですかね。だけどあんまつかないの、うん、だからこうなってんだと思うんだけど、うちで持ってった原さんなんかこう次法に使ってるから、次法に使いたい人はいいかもしれないけどね。ね、うん、面白いですね。これあの鍵ですね。形はちょっとあんまり良くないけど、まあ曲がるからね、うん、まだね。綺麗な花です、これは。花芽がついてるからね。花芽。ハギの花芽。これ。ちっちゃいの。ちっちゃいです、ハギ。
これがね意外と面白いかな。でね、楓なんですけど、楓楓これ楓楓、なんつっていいか分かんない。八つぶさ東楓、ちっちゃいでしょ、葉っぱがちっちゃい。新芽だけ大きくなっちゃった。これは新芽が伸びた時に台風でずっと雨がやったから大きくなっちゃった。ね、白のほら、まあこの間やってんの白のあれ、こうサルスベリ、白のサルスベリ。白っていうのは花？うん、花。ここに切らないとはなるんだよ、切っちゃったんだし。あんまり長いんで、綺麗ですよ、どっか咲いてるよ、うん、この辺がまあまあ持ってくやつは全部この辺、コナラもあるし、コナラほら、うん、春にここに入れた時撮影したかもしれないけど、こんなのね、編み伏せしたコナラがいっぱいあるでしょ、うん、それからあとこれもちっちゃくて、ちっちゃくて、うん、寄せ植えとかしたい人はこうやって長いの切っとくとモコモコなんだけど、切らないとねいけない、モコモコにして、これいっぱい、これで大中小で寄せ植えするとか、うん、あ、ほらほらすごい、切ったのにこんなに花が上がってる。今ちょうど咲いてないですね、さっきのほらサルスベリ、花芽がびっちりすごい。これ姫の、うん、あの売ってない、多分うちでしか売ってない、見たことない。へー、昔もね30年ぐらい前にもらったんだ、うん、それで可愛いなと思ってひたすら増やしております。なるほど、じゃあ大野さんでしか買えない。多分この白は極小だし、刺して1年目で咲くし、うん、こんなちっちゃい鉢でも咲くし、でこの辺はあれですよね、あの織姫とかね、これいいですね。これがあのまっすぐなんですよ、木が。本当はうちはここで切って刺すの、うん、でこう枝もこう細かく切ってね全部刺すんですけど、今年刺し忘れちゃった。あ、そうだから多少売ります。これはあの小葉の白下、小葉の白下、うん、切るだけでね棚できそうだし、ね、そうそうそう、こうやってね絶えず伸びるんで、こうやって切ってね肥料やって、だから年間ねこれねどのくらい切るかな、10回ぐらい切る。で切ったら肥料や、切ったら肥料やる。これは形になってないけど三山霧島の挿し木だと、もうちっちゃくても咲くかもしれないね、本当に伸びるんです。これはイボタ、イボタ、イボタ、イボタだけどまだ形が中途半端、ほらでもなんか、うん、こういうのも、うん、あのお安く出します。こういうのもそうするとだんだんこっちに来るとこれがねいっぱいあるんだけど、これねイワシデじゃないしカナシデじゃないし、なんだろうと思って一生懸命調べて分かりました。分かんない、分かっ、白シデ、白シデ、うん、一般的にその辺に生えてるらしいです。あ、そうですか。ただ葉っぱが、これは種なんで、うん、すごい葉っぱがちっちゃいの、うん、実際に生えてるのこんなでかいんです。白シデ、シデの仲間なんで大きくなれば見やすくかもしれないけど、うん、これででも種まいて何年ぐらいだ、4年生くらいか、4年生、うん、ですね、こういうのとかちょっと葉っぱ今つかないんですけど、あの辺がキラカンサスとかメギ、メギ、メギ、赤葉のメギとか、まあいろいろありますか、うん、まあまあまあ、でも鉢も紹介します、ね、そうですね、鉢も、そうそう、鉢、鉢も、こっちはビコなんだけど、ビコさんのあっちにとビコさん、うん、大量にあります。おいくらぐらいですか。ふんざん2個で500円だ、うち。あ、そんな安い。これはこっちは、こっちはね、歴史だ。あと他にも豆鉢が大量にあるので、これはマルトでしょ、この辺はこれから磨いたりするから、あのあれです、何しろねこれはもう使ったやつが大量に入ったんで、ほら換気がひどいのよ、なんでこういうのは磨いてからだからね。これがビコさんのムラッカンの鉢なの。なんでビコかっていうと、この足がもう特徴的なんですよ。これはでも珍しいと思う。
昔すごい豆盆栽で有名だった盆栽屋さんが亡くなって、うん、で息子さんに頼まれてうちがその片付けたんだけど、そしたら大量に使ってあったやつ、うん、でこういう状態でうちに来たわ、うんうん、で中に入ってて枯れてたの、はい、全部引っこ抜いて、うん、うちであの洗って磨いてこういう状態にしてあるんだけど、この足がもう美香さん でその方が美香さんに使い鉢を大量に頼んでたんで、もう40年とか30年ぐらい前の話だね、うんうん、村館だとほら値段がね、うんうん、安く作ってくれるのね、はいはい、作家さんってね、これ真っ赤なんで私が植えちゃったんだよな映るかな、 見えます、美香って書いてある、はいはい、でこれが分かるかな、こうほうほら、うん、同じ足、同じですね、同じ足、同じ作り、これも全部美香です、だからこの足は美香さんしか作ってないんで、なんで村館なんで、もしこの落款がついてると高い、うん、高い、で村館だ全部、なるほど、でお安く出します、物はじゃあ品質はもうこんなちっちゃい出物で、古い鉢は手作りなんで、うん、よく見ると全部形違うんですよ、確かにね、高さも、うん、形も全部違う、こんなにいっぱいあるんだけど、もっとあるんですけど、お値段は言えますか、うん、1000円1個1000円、うん、1000円、こうなっちゃうと高いですよ、名前ついてて真っ赤だとね、これちょっと展示品なんで売らないですけど、はい、うん、いいと思うよ、うん、普通にあのろくろでこのサイズで1000円っていうのは、ね、誰が作ってもあのそんなにないからね、うん、なんか名前ないので使い鉢で困ってる人、うん、小さい松とか心拍を図書やってる人とかはいいですよね、うん、まあ、高校以外にも一品物とかでいっぱいありますもんね、いつも、ね、ありますあります、出ますけどね、はい、出ますけど今回は使い鉢の方を重点的にやるかもしれないな、じゃあ鉢は他にもタイガー鉢も、あ、もちろんタイガー鉢ありますよ、はい、で石田さんも出店、はい、あ、そうそう、小関さん、うん、石田小関さんもお店出すんで、持ってくるから、うん、彼はもう使い鉢もいっぱいあるし、ね、あ、こんなのこれかこれさこれ結構面白いで、植えたやつ見せてあげる、これ多分東寺園フェスで売っちゃう、なくね、あ、東寺園フェスに持ってくるのかな、これ、あ、それかわいいじゃないですか、これいいでしょ、うん、この鉢ね、一目見てね、面白いなと思って、これあの石田さんの鉢だけど、うちはこれは売りますこういうのもあると、うん、こっちもみじの寄せ植えで、このね、ヒメタデがね、今、うん、花が上がってきてる、多分9月の20日は満開、これちっちゃいの、これいいですよ寄せ植えに使うのにね、これは持ってきますけどね、石田さんのところの宣伝になってしまいましたが、うん、でもこの鉢はうちでクリーンクラブで売ります、的に、ね、本人も売るでしょうね、うん、本人も売るでしょうね、うちは植えたのを中心に、はい、行きます、で多分僕の鉢も置いてあると思う、石田さんが、そうだろうね石田さんが入ればね、うん、その分も確保しとかないと、そうあの1階の室内で、はい、小関さんは販売をいたします、なるほど、はい、9月の20日から22日まで、金土日で、23日は月曜日でお休みですが、その日はもうやってませんので気をつけてください、金土日です、あ、そうなんですね、はい、うーん、都合で23日土日月にした方が良かったかなってちらっとは思ったんですけど、うん、23日やってません、ちょっと間違えちゃいそうだので22日で終わりです、はい、お気をつけください、はい、入場無料です、9時から、5時までで、展示会は土日だから金曜日の午後から準備に入って、やりますので、時間がね全然違うんですよ、あの展示会は最終日の日曜日は早く終わります、うんうんうん、なんで豆盆栽の展示会見たい方は早めに、はい、土日の早めにお越しください、うん、以上
はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい。はい、締め。ぜひ来てください。はい、お待ちしてます。はい。